吉田正尚、今年は DH での出場がメインになる模様。去年、左翼87試合、DH49 試合、去年 DH だったターナーが退団。そのうち DH でも出なくなりそう。吉田でこれなら佐々木麟太郎も厳しいな。何時移民基準だと大谷の成績でも DH 戦のお荷物呼ばわりやから大変やぞ。OPS、800は最低ラインだからな。日本人は一末大谷聖也しかクリアしてない領域。まあ守らん方がマシなんやからとにかく打て。守備はしない方がいいレベルだからしゃあない。もう守備させてもらえない野郎しな。こうなると打ちまくるしかない。守備につくことにまるでメリットがない選手だからな。 DH 戦は良い判断じゃないの。メジャーでこの成績は立派なのになんかしょぼく見えるんだよな。 DH 戦でも 2.0 はかなりハードル高いな。 DH で使ってもらえそうなだけまだええやん。メジャーで DH 専任できるとかすごいな。守備が上手くないとどうしてもな。 DH じゃ左投手を避けられないし、去年の聖夜よりはるかに打たんとダメだし、相当ハードル高い。ご視聴ありがとうございました。